はいどうもババです前もちょっと似たような話したんですけど自己肯定感が僕あんまりないので自己肯定感がない僕が気をつけてることをちょっとお話しさせていただきたいと思いますよくあの自己肯定感がないってい人がやっぱうち来ちゃうんでこんな話ばっかりしてるからなんですけどそういう人になんかしら参考になればいいかなと思って一応僕が気をつけてることをちょっと今回お話をさせていただきますよろしくお願いしますいつも僕の配信とか見てる方は お前自己肯定感高いんじゃねえのかって思うかもしれないんですけど僕は自己肯定感が低いですどちらかというとただ僕は無理やりねじ曲げてます自分で基本的に僕全部それなんですけど表向きに見えてるのは基本全部ねじ曲げた自分なので僕 嘘ばっかりです裏返せば、まあ、誰でもねじ曲げることさえできればこんな感じの人間になれますよねという話でもあるんでなかなか難しいと思うんですけど、まあ、ちょっとその話をさせていただきますいや僕はやっぱりもともとのび太くんみたいな感じの子だったので何もできないし頭悪い運動神経悪い顔も悪いモテないいじめられっ子っていう全てダメダメなパターンもう親も本気で心配してましたこいつはまともな人間育つのかと、まあ、実際まともな人間には育たなかったんでこんなことしてるんですけどまあでも一応生きていることは できると、まあ、家も変えたともと、まあね、のスタートがめちゃくちゃ低いことを考えたらもう上等もう上々の結果が出たなとは僕は思ってます子供の頃の自分の成績の悪さ頭の悪さ性格の悪さ全てね考えるともう本当に上敵です何でそうなったかっていうと途中で気づいたんですよずっと昔僕 いじけてたんですよ。何やっても怒られるから。もう何やってもなんでお前できんのだ。なんでお前そんダメなん何なんでお前そんバカなんだと言われ続けたんで、自己肯定感が低い人は多分大半こうやって育ってると思います。けなされて育ちました。バカにされて育ちました。親にね。親からすべて自分の尊厳を握り潰されて捨てられてきたんで、尊厳がありません。最初から俺はクズだと思って生きて、僕もそうです。クズだって言われて育ったんで、クズだと思ってます。だから、もう心の中でいるんですよね。自分のことを責めてくる人間が。 頭の中にいますもうガキの頃にさんざんいじめられたしその時もボロクソ言われてるしお前ほんと顔気持ち悪いなとかお前の唇気持ち悪いなとか言われて育ったんで、まあ、どうしても自分の顔もあんま好きにはなれないし、まあ、頭も悪い悪い言われて育ったし何やっても下手くそだって言われて育ったんで何やっても自分は下手くそだと思ってるし頭も悪いと思ってるし顔も悪いと思って生きてます。ここれれれはももうね変えれないいいですたとえ今どんだけ見てててる人が俺の顔かっこいいと言っ言くれても 頭いいよって言ってくれてもでも子供の頃植え付けられたものは実は変わりません僕は根っこではずっとそう思ってます誰かに褒められても本当にそう思ってんのって絶対に思ってますこれ多分自己肯定感低い人間あるあるだと思います信じれません行動で示してくれるまでは信じれませんはっきり言ってちょっと僕はそういうとこ歪んでるんで本当に好きならこれくらいできるでしょって言っちゃうようなクズ人間なんですけど はい、<laughs> それは僕の自己肯定感の低さから出てる現象でもあります何でじゃあお前そんな堂々と生きてるんだ堂々と顔を晒してこんなこと喋れるんだっていうと無理やりねじ曲げてるからなんですねでどうねじ曲げてきたかっていうともう本当に自己催眠に近いです一番はですね根底に自分がダメ人間になっていのがあるのでじゃあダメ人間のお前が何かやってすぐうまくいくと思うのかって思ってるんです僕実は YouTube 始めました 他の人は1ヶ月もしたらもう戦闘力いきましたとか言われてもちょ待てとお前ダメ人間だろってお前ごときが他の人と同じ成績出せると思っとんのかって自分で思ってますマジでだから多少遅れても、まあ、だって俺だしな、うん、俺が普通の人と同じペースで成功するわけがないって思ってるんですよだから失敗しても、まあ、俺だしねって思ってるんですだから僕実は 失敗した時に傷つく必要がないと思ってます。だって俺ダメ人間なんだもん。失敗は人用が多くて当たり前なんですよ。俺この自己肯定感をそこでねじ曲げてます。うん、だからどんだけ失敗しても気にならん。あ、減ったクソだなお前って自分でも言うし、どうせヘッたクソなんだから、それ失敗するわなお前はなって。じゃあ成功するまでやろうか。そういう持ってき方をしてます。お前みたいな ドななななの才能のないいいがそんんすぐうまくいくわけないじゃん人にバカにされました。ああ、当たり前じゃん。だって俺だぜ。<laughs> 俺がバカにされずに済むと思う。それはみんなバカにすると、だって俺だもん。ってぐらいの自己肯定感の低さで僕は生きてます。コメント欄で、ああ、お前顔気持ち悪いなとか、スキッパだなって言われても、まあ俺だしね。で終わるんです、実は。うん、そうだねって、うん。まあ君はさぞかし俺が顔がいいんだろうね。はははって終わるんですよ。昔から言われてるしって。 な知ってる知ってるって。うん、ってなるんで、まあ、ある意味最強っちゃ最強なんですけど、言われ続けた結果、まあ、ちょっと麻痺してるところもあるんですけど、それでいちいち傷つかない。これの素晴らしいところは、これ大人になって気づいたんですけど、僕、だから継続できるんですよ。成功するまでやっちまえばいいわけよ、とりあえず、何でも。できるようになるまでとりあえずやればいい。何百回、何千回、何万回でも、何も気にせず、どんだけ失敗しても。 だって、いつだってそうだもん。逆上がりの練習したときも、俺、クラスで最後までできなかった。<laughs> 散々居残りさせられて、先生にやらされて、泣きながらやって、最後の残り一人二人ですよ、もう本当に。もうお前らだけだぞってなった状態で、できたとき、まあ、感動しましたよね。ちなみに上、逆上がりできるようになったのは小学校5、6年生ですよ、俺。<laughs> そこまでできなかった。でも、散々居残りさせられて、も全員できるまでやれって言われて、半泣きないながらやったけど、できた時の感動よ。あれ、僕の。 一つの原体験になってますねその逆上がりができた、絶対俺はできないって思ってたことはできた、鍛えられて、他にも、まあ、ゲームとかですね、ゲームだったり、サッカーだったりとかで、当時の僕からすればリフティング20回続けることはなんかできないって思ってたんですけど、まあ、練習したら300回、400回できたと、足が痛くて、体力の問題で続かなくなっただけで、別に体力さえ持てばもっともっと蹴れるってところまで行ったんですよ。ここまでできたんだ、俺がって。ど下手な俺でもできたんだってなった時に、 自信をどどどどんどんんどんんつけていたんですねそこで僕ようやく自己肯定感がついてきたんででももちろんね結局あのダメ人間なんで初めてやることは全部下手です今も変わんないです初めてやることは全然下手もう才能のかけらもない普通の人が例えば能力値を出すとして1000でスタートするとしたら僕絶対100ぐらいからスタートするんですよ本当に最初の1発目めっちゃ下手くそ だけど、そこから一個ずつ一個ずつ上達していって、百が200になって300になってって、ちょっとずつ上がっていく。で、他の人はとっくに1000から1500まで上がってる。だけど、みんなが1000とか1500でやめちゃうところを僕は5000なるまでやめなかったりするんですよ。だから、後々見ると、えっ、君5000までいってるのは全然すごいじゃんってみんなに言われるようになってくる。で、みんな見てる姿はその5000まで成長した後の俺だから、えっ、それ5000までいってるなら全然うまい方ですよねってところで。 まででってて初めて辞めるんで僕はだからみんなすごいって思うだけで基本的には全部ダメです。なんで僕はそうやって自己肯定感を上げていきました。なんで僕が今唯一すがれるものはそこだけなんですよ。続けることができますってだけ。才能はないです。今でもないです。もう要領つかむのが下手。だからみんなと会話しとってみんなの言ってる意味を吐き違えて喋っちゃってえ、何言ってんのって言われることも普通にあるし俺も。だけどそれでもまあいいやと思ってる。 そうやって言われても別にあ,あ間違えたんだ。ふーん、あそう。ふ <laughs> んって思ってるんで、もちろんね、あの、あ,あまた勘違いしたのか、まあいいやってなるけどあの、一応ね、そこは反省はするけど、反省はするけど、まあでも、恥ずかしいとは思わない。ああ、ああ会話が噛み合ってないのに、はいはいはいみたいな。自分で言うのなんですけど、僕、スーパー謙虚人間なんです、こう見えて。謙虚っていうか、卑屈。<laughs> 卑屈です、謙虚じゃない。そのレベル でで自己肯定感がないですだけどそれが人に見れないぐらいにはいろいろ積み上げてきてその結果勝手に自信を持ってる風にはしてます根拠のない自信ですよねだから堂々とはするようにして堂々と失敗するようにしてるのかな堂々と失敗するようにしてると勝手にみんな自信を持ってる人間と勘違いするんですだからパッと僕を見た時にみんなえ自信があるような堂々とした人なんじゃないのって思うかもしれないですけど内心は超ビビってます絶対これ俺失敗すんなってやってみるかってはい失敗したーって <laughs> まあ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 、まあ、まあ俺はやっぱそんなもん最初まあ最初はそんなもんだよしよしもう一回やってみようはい失敗した <laughs> っていう感じです僕はねそこをねじ曲げたのはやっぱり一番はその積み上げてきたことですね成功するまでにやめなかったムカつくからできない自分が成功するまではやった結果続けることだけはできるからいいじゃんって自分で思えるようになった思い続けれるんだからいいじゃん別にそれが自信になってるのかなって、うんまあ、特に 自分の中ではあんまり自信になってないんですけど周りから見たら自信があるように見えるようになった結果みんな自信を持ってる人だと勘違いしてくれるようになったパッと見は傲慢な人間なんですけど自分の中では全然傲慢じゃないので謙虚なんで謙虚っていうかまあ卑屈なんで常にビビり散らしてるんですけどいつ失敗するか分かんないから自分が生きやすくはなりましたよねその自信持った方がなんでそれが僕にとっての 自己肯定感を高めるっってことだったのかなとは思いますもちろんこれ誰でもできることではないと今は分かってるので継続するって割と難しいらしくて他の人からすると、うんまあ、僕はその成功体験があるからそれで絶対続けたら成功するからって自分で分かってるんで少なくとも俺はそれだけの能力はある容量つかむのが下手なだけで続けたらうまくいくのは自分で分かってるから続けるのは苦じゃないんですよ。まあ 絶対に1日1つ上手くなるから、俺は。1じゃないかもしれない。0.3かもしれない。0.2かもしれない。でも、絶対上手くなってる、俺は。1日1日やることに。上手くなろうともしてる。考えてる。考えてやってるから上手くはなってる、うん。だから、まあいいやってあ。もちろんうまくいかんときめちゃくちゃ腹立ちますけどね。めちゃイライラしますけどね。ああ、もう、ああ、全然できん。でもうやだ、やだ、やだーってなりますけど、上手くはなるから。っていうのが分かってるからっていうのはちょっと大きいかなとは思います。というわけでですね、今回その自己肯定感、僕がどうやって上げたかっていう話をちょっとさせていただきました。基本的には ないです。<laughs> 繰り返しますけど、<laughs> 基本的にはないです。ないですけど、それごまかすことはできると思います。自分自信がない人はね、自分の好きなことを続けてみて、そこから自信を持てるようにやってみちゃどうでしょうという話でした。 僕の中ではあの格闘ゲームとかであのランクマッチやってランク上がっていくっていうのも自己肯定感上げる作業になると思ってるのでいやいや俺別にある程度強いところまでいったもんプンみたいなさ <laughs> そういうのも割とありだと思いますゲームだったらね自分の体全く傷つかないしでもうまくなることはできたとってことはゲームができるなら他のこともできますよねって話は仕事でもできますよねって資格もきっと取れますよねって資格取るのとランクマッチやの俺一緒だと思ってるしねまあ俺資格いこ思ってないけど <laughs> 近くねえわわそう俺近くないわ自動車免許だけはいというわけで今回はそういう話をちょっとさせていただきましたはいちょっと自己肯定感低いって人はまあ何かしら参考になればいいなと思ったぐらいですねなんで何か一つ続けて遊ぶってのはいいんじゃないかなという話でした僕はそれを複数一個ずつ一個ずつやってきて今がある感じですねでこんなん何歳からでも僕いいと思ってるんで 40歳からでもできると思うし、まだまだ俺も新しいことあったらやるし、新しくチャレンジしたいことを見つけたら、あ、これ楽しそうだなと思ったら絶対やるし、そこでもまた、ランクがあるならランクマッチやったり、ね、検定試験あるなら検定試験受けたりしても楽しいじゃん。あ、1級になったらラッキーとかさ、うん、毎日やったらこんだけ上手くなったらラッキーやっていきたいなとは思います。なお、ね、YouTube とかも一緒ですよね。YouTube で視聴回数で見るのか、登録者で見るのか、スパチャの額で見るのか、収益で見るのかとか、なんでもいろんな見方があるから、 登録者数は少ないけどでも俺こんなに応援してくれる人いっぱいいるもんとかさ最近ちょっと思ってんだけどそこもまた自信になると思うんでそういうのも全然いいと思います。と、はいうわけでちょっと今回そういう話をさせていただきました。はい。まあ、何かしらやってみるのが一番早いなと思いますね。実績残すのか自分で。後々見たらあ割と俺すごいことやったんだなって思えるんでそういうの増やすのはいいんじゃないでしょうか。 はい。というわけで、今回は以上です。全然僕、自分で自分のことすごいとは、だに思ってないけどね。ただ、続けれるなっただけ。<laughs>